ビルケンシュトックは、ドイツリンツアムラインに本拠を構える靴、製造販売会社及び同社が展開する商品のブランド名。ボストンウールフェルト・ギゼ・イクス・キズ・イット・ビルケンシュトックは、世界で5本の指に入るフットウェアブランドである。1774年に、ヨハン・アダム・ビルケンシュトックが、教会の公文書に、新民のシューマイスターとして登録されたことを起源とし、 250年近い歴史を有する。ビルケンシュトックを関する製品の生産は、サンダルはドイツ、靴類は主にポルトガルで行われ、世界100カ国以上で公式に販売されている。日本においては、1983年頃より本格的に販売が開始された。ビルケンシュトックの製品は、足のアーチを考慮した形状のフットベッドを使用し、足に、 フィットするように作られているのが特徴で、主にサンダルの場合は、靴底はコルクなどで作られ、履いているうちに使用者の足型に馴染むようになっている。足の甲を固定する部分は、調整可能なベルト式になっている場合が多く、デザイン性とともに機能性も重視されている。日本ではその特徴から、健康サンダルと呼ばれることが多く、またサンダルの割には効果であることから、一部の 愛好者を除いて普及しなかった。しかし1990年代に入り、色やデザインのラインナップが増えたことで、有名タレントが愛用するようになり、普及が進んだ。現在では鼻緒型のサンダルや、器靴型のサンダル、またサンダルのノウハウを活かした革靴や、ブーツも加わっているほか、流行に応じた、ブーツサンダル風の商品など、毎年新しい商品が発売されている。 複数のブランドを展開していたが、現在は、下記の二つに集約。シュナイダー、レビー、バーバラ、バーカンストックイズボテッドモーストアニマル、フレンドリー週カンパニーバイペタ、S ユースグループ。フットウェアニュース、2021年8月14日、閲覧。ビルケンシュトックアルノーケが買収。1000件新聞。senken.co.jp。E N K e N. 2021年8月14日閲覧。AAB バーカンストック、ジャパン株式会社第5期決算広告、ベネクシーとは株式会社、ベネクシー、ベネキシー。株式会社ベネクシー。2021年8月14日閲覧。ビルケンシュトック CEO、4年で、販売数3倍の2500万足を達成。ワワジェパン、2021年8月14日閲覧。 ビルケンシュトック、千件新聞、senken.co.jp、2021年8月14日閲覧。ありがとうございます。